はい、5番ホール、はい、パー4、446ヤード。長いです。長いですね。また長いの来ましたね。はい、でここからは、コース管理統括をしている桜井さんも一緒に来てもらって、はい、コースのこといろいろ聞きながらラウンドしたいと思います。よろしくお願いします。どうですか、このホールの戦略性などは。これは、まあ、正面のバンカー狙っていっていいんじゃないですか。はい、両サイドの左のバンカーと右のこの木の池がある。あ、池があるんですか。それはティーグラウンドから届く。トッププロっていうか、本当に飛ばす人がスプーンで刻むっていうか、レイアップしてくるかもしれない。はい、じゃあ私はもう普通に左狙いで。杉山さんなんかはもうバンカーで狙って、はい、まあ、正面に狙ってる感じかな。ドライバーでバンカーで。はい。うん、完璧。よし、脱いだら良い。あれ？左足下がりなんで、左足下がりで打ち上げのラインになるから、距離も長いし、ちょっと難しいですね、このホールは。確かに左足下がりで。じゃあちょっとここで桜井さんに聞いていきたいと思います。今でもすごい難しいと思うんですけど、さらに難易度を上げていくと聞いていますが、どういう風に難易度を上げていくんですか。まあ今日は今、ね、4ホール終わって、うん、グリーンが結構締まってるってさ、はい、硬い、浮かんでます。もうね、フォークというか、さっきグリーンマーク直そうとしてたね、分かんないんですけど、なくてね、画面上では多分ちょっと分かりづらいと思うんですけど、もう硬いです、正直。うん、普通のあのゴルフ場だと、今のこの肩とはほぼないです。23以上は今の時点でもしかしたらあるかもしれない。雨なのにですよ。大体23とか4ぐらいだと女子プロのトーナメントのレベルでは締まってはいる。いいですね、楽しい。で本番あと1ヶ月後ですけど、25以上には多分なっていくんじゃないかなっていう感じにはなる。グリーンちっちゃいんで結構本当止まんないんで、フェアウェイ落とさないとプロも、スピン、止められない。あともうちょっとラフをね、やっぱり伸ばしたいんですけど、やっぱこのところずっと冷え込んでるっていうか、寒いじゃないですか。そうですね。それによってやっぱりその芝の乗り方が変わってくるんですか。違いますね。だいたい今ね、杉山さんのスタートで、はい、まあ残りはですけど、男子だとまあもうちょっと行くじゃないですか。その広くある程度してあるんですけど、はい、両サイドはやっぱり刈り高をもうちょっと上げてラフをきつくしたいんだけ ど、 なるほど、やっぱり寒いんでなかなか青くならないんで、思い切ったことができないんですよね、今ね。フェアウェイもやっぱりもう少し短くなって、やっぱりスピン量を多くさせてのセッティングで、まあグリーンが硬くてもフェアウェイ短くするとある程度止められる、フェアウェイに落とせば止められるっていうセッティングをこれからしていく。私の距離でこの辺なので、ダンスプロはあのちょうどこの狭い、こうえぐれてるところに、しかもこっち池なんでしょ、はい、行ってしまうんで、かなり狭いホールになると思います。この辺みんな落とし上がりますよね。だからスプーンとかで刻んじゃって、この辺にみたいな。バンカーの左狙い、はい、うまい、超えればいいとこ。あー、ちょっと待って、最後になんでなんでなんで残念なんで今の縁取って、まあね、ちょっと惜しかったですね。行けば完璧だったよね。そうですね、すごいいいとこに来ましたね。あとちょっと左、ね、なんかこのゴルフ場花道が狭い。でも狙っていかなきゃいけないじゃないですか、70代出すには、はい、みおちゃんさっきからこう左側でとか決めてってるじゃん、はいはい、バンカー越えとか、はい、そういうのはやっぱあんまやんないの。番手によります。番手による。あとピンのポジション、うんうん、正直あれがピンが奥だったら、うんうん、全然狙ってってもいいんですよ、バンカー越えを。なるほど、はい、バンカー越えてってもさーっと転がってってもピンの近くになるので、ね、けどまあちょっと手前目だったりすると、バンカー越え狙ってもボールはピンの奥までこう転がっていってしまうので、こういうコンパクションがある。あ、そうか、はい、転がっちゃうか。転がっちゃうようなホールっていうかコースは、うんうん、だからそういう狙い方にしてますので、あと、ね、まあ正直今のはちょっとこう越えるかどうか微妙なだけだったので、あのバンカーの左側っていうイメージでした。
さすがやね。なんか不安がないよね。構えてすぐ使える。基本早いね。なんかもっともじもじとかさ、なんかないのかなと思って、ちょっとタイプみたいな。でもなんかすごい砂の量がすごいいいです、ここ。あ、そう。砂いい感じ？まあ、雨なんで少しこう湿ってるんで、ちょっと打ちやすくはなってるんですけど、多分これが乾いてたら結構サラサラ、サラサラになる。その感じなのかな。はい、めっちゃ桜咲いてます。綺麗です。映えです。映えポット、かなり大きくないですか、この桜。うん、100番ホールパー3、174ヤードになります。みよちゃんナイスパー、ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。嬉しいですね、あのパーは。普段でもあの5番ホールは難易度かなり高い。ここの戦略ポイントは何になりますか。ここは2段グリーンになってるんですよ、グリーンが。意外とあの松の木ある真ん中、はい、あれよりも左の乗り目に当たってコロコロコロってこう寄っていくっていう、メンバーさんルートで手前から攻めてみようと思います。はい、やばい。行ってみて。松の木を越えてれば意外とアプローチしやすい。あ、本当ですか。松の木の前に切れば。木の左を狙っているはずが右へ。もう正直上げれないので、低くというかその隙間に打っていきます。手前からちょっとこう転がって乗ればラッキーぐらいな感じで。うまい。あ、うまっ。うまい。ありがとうございます。大絶賛。どうでしょう。いや、うわ、うまい。自画自賛したけど。ですね、これも素敵なかなり難しいアプローチだったので2連続よし。なんか70代に近づいてパーよりも、はい、今のパーとかってやっぱり嬉しいよね。いや嬉しいです ね。だってなんかこう結構ああいうところってこうイメージするじゃないですか、うん、ちょっとこう難しいからこういう風に言うと、ああいう風に言うと、何番で言うとみたいな、それが成功するときはやっぱり嬉しいですね、うん、ゴルフの面白いところ、うん、ちょっとアベレージゴルファーに向けて一つ聞きたいんですけれども、うん、そもそもなぜプロのトーナメントはこんなにも難しくする必要があるんですか。うん、僕も答えることじゃないですかかもしれないけど、やっぱりその技術を引き出すセッティングにやっぱりしていって、うん、まあ、海外の試合なんかでもそうでしょうけれども、はい、ラフが、ね、長いところを攻めていったり、グリーンの硬いところをスピンで戻したりとか、はい、もう男子なんか特に圧倒的に飛距離ですよね。300ヤードぐらいキャリーでいって、このホールなんかはやっぱり350ぐらいもう本当に飛ばしていきますから、うん、どれぐらい逆にこのコースで出ちゃいます、スコア。男子プロだと普段ぐらいだと、そうだ、4日間で18ぐらいは出るんじゃないかな、うん、それをやっぱりどれぐらいまでの戦いにしたいって感じなんですかね。18アンダー、距離的に今回は7333ヤードのパー71なので、うんうん、おそらく2桁いくかいかないかぐらいかな。過去でやっぱり71でこのセッティングだとやっぱりそのぐらいですよね。ちょっとこう雨降ったりとか、楽な条件だったりとか、ロケーションをこう真ん中っていうかね、あの中央に切るとやっぱり12、3はいきますけど、まあ、セッティング自体はね、僕らというよりも競技の方の方々がね、はい、セッティングするんで、まあ、あとはもう本当にグリーンの硬さとか、うん、ラフもこういう気候だから、さっき言った通り、うん、どのぐらい伸びてくれるか、うんうん、で春先だとやっぱり芝の穂って言って、うんうん、こう硬いのが出てくるんですよ、穂が、つくしのちっちゃいの、
です、はいはい、あれがもう全部こうフライヤーになって全然コントロール効かなくなっちゃって、まあ、あと1ヶ月でどのぐらいそれも伸びてくるかっていうことでね。じゃあ本もどれぐらい伸びるかが難しさの鍵になる、うん、まあ、いっぱい営業でねこのセッティングしたら大体ゴルフつまんないじゃないですか。そうです ね、 ね、はい、ありがとうございます。7番ホール452ヤードパー4になります。はい、上また長い、また長いです。しかも今回ちょっとなんか打ち上げがありますね、うん、右コースにじゃあ行きます、ね、ちょっとわかんない。まあでも私の距離だってちょっと左目に打っとけばいいのかなっていう感じです。はい、はい、お願いします。なんか来てみたら割と右でよかった。左行きすぎてたら逆にあの木がちょっと邪魔になったかもしれない、うん、なんか結構フォローがあるのでちょっと一つバンって落として、はい、U の27で、はい、もういいじゃん。はい、風来た、ナイスー、いいじゃん、完璧完璧で出ました福来さん、はい、今グリーン上に来たんですけれども、今回のグリーン、よく何フィートとか、うん、あるじゃないですか、うん、それとコンパクションの違いっていうか、うん、それってどういった違いが出てくるんですか。スピードをこう今回大体10フィートぐらいなんですけど、うん、スピード競争のために測るんじゃなくてパッティングの練習グリーンあるじゃないですか、はい、練習グリーンも含めて同じコンディションに整えるのにそういう器具を使ってグリーンをセッティングしていくっていうのが正しい使い方なんですよね。それで測ってみてまずスピードっていうのはフィート、うん、そう、12フィートって言ったらメーターに直すと3メーター60ってことですよ。3メーターこのぐらいの振り幅で3メーター60転がっちゃうと。コンパクションは、まあ、日本では山中式っていう器具を使ってだいたい試合はこの23とかさっき言ったように5とか出していくんですけど、通常U だとさっき言ったように22とか3なんですよね。だ要は止まりやすく、うん、まあ、スピンがかかるってことですね。スピンがかかるしちょっとラフでも止まるように、うん、柔らかいと止まる、はい、でそうするとやっぱりセッティング自体優しくなるじゃないですか、はい、でこういう試合になってくるとどんどん締めてきて固くしてでスピン音量を豊富にさせてでどんどんこうプロの技を引き出していくと。なるほど、というのがコンパクションとフィートの違いですね。じゃあ美穂ちゃんのバーディーパット。あれ、おお、オンラインだなんか思ったよりも伸びなかった。はい、いかなかった。ナイスパーよ。ありがとうございます。ナイスパー。1番ホール597ヤードのパー5になります。はい、右側これちょっと今見えないんですけど池なんですね。でレッドペナルティーエリアになるんで、はい、右には絶対落としてます。ノーチャンス、はい、ノーチャンス。で大体実質少しこう上り坂もあるんで600ヤード以上ある。うん、かなり打ち上げ距離だけで言ったらパーオンしないことはないので、はい、まあ、今言われたようにこのティーショット多分右の林に入れちゃったらもう終わり、はい、なので左ラフでもいいから左目にちょっと打っていきたいなと思います。はい、オッケー、ナイスショー。ここしかないおいいとこ、あのピンクとこ桜井さんに止められましたはい、バンカーや池などハザード系って結構トーナメントに向けて変えたりとかってするんですか。え、その質、まあ、池を変えるっていうのはあれなんですけどバンカー増やすバンカー増やすのはやっぱりあるんじゃないですか。増やすとか試合によってはあるんじゃないですか。砂を入れるとか。砂は入れますけど、はい、まあ、あんまりこうコンディション変わるとまずいので、うんうんうん、結構手前っていうか3ヶ月以上の手前に入れて補充して早めに そう、そういうことを、うん、早めに入れてこうなじませて、まあ、やっぱバンカーの硬さなんかもやっぱり気にしてちゃんと管理していかないといけないんです。本当に細かく言うと上から
3センチとか5センチ、はい、3センチとか4センチぐらいは少しソフトな感じにして、その下はある程度固めて、閉まってるよ、ね、で水、何ヶ月も前からも水でこう巻いて下を固めて、それで上はこうほぐしてやるとかするっていうやり方を細かくするとやるところもある、はい、ちなみに僕らもやってました。なかなか聞けない話ですよね、うん、そんな感じで3ヶ月も前からね、うん、入れてね、上はふわふわにするんだ。ちょっと沈んでたのに戻ともしなかったね今ちょっと打ち込んでいけます。やっぱその密集してるから短いんですけど、ちょっと難しいです。ちょっと沈むと打ちにくいんですけど、今の3番でよく打ったよ。ちょっと足は左足下がりなんで結構難しいです。顎が高いんで。373ヤードパー4になります。お、ここはなんか普通ですね。なんかもう短く感じますね。ずっと405円だったので、ね、このホールの戦略はグリーンが2段グリーンなんです。はい、まずはフェアウェイキープ。フェアウェイキープ、はい、大事なとこですね。一番頑張ります。頑張ろう。はい、ナイス。うん、大丈夫ですかね。大丈夫大丈夫。アイアンでセカンド打ちたいの。そうだ、ね、でもユーティーで打った方が結果いい。今日はいいよね。5番アイアンだったらユーティーで聞いた方がいい。5番アイアンだったらユーティーの方がいい。そういう時ってミホちゃんってさ、5番アイアンやめてさ、ユーティーティー短く持って打つとかやんない？うん、やることもあります。うん、でもなんかそのまあなんとなく自分のこう癖だったりもするので、その捕まんなかったりする、うん、してる時はちょっとこういうのをしてみようとかはやったりする、はい、でも駆け上がるのが早いのかな。バーニャンで行くなと思ってさっきからプラクシャンバーニャンなのに言ってる割には、はい、全然全然そこは、いや5番アイアン打てないとダメなのでダメ、はい、うんうん、同じ距離の例えば5番アイアンとユーティリティ持ってますだったらちょっと好きな方でとかだったらいいですけど、やっぱユーティーだと5番アイアンももっと飛んじゃうので、そうだ、ね、逆にちょっと難しい部分が出てきちゃうというか、基本やっぱりそのフルショットで同じリズムで打てた方が、ま、曲がらないって曲がらないので、うんうん、さあアイアンでいくのか。あのピンポジ的にはあれかなり右のピンになるんですか。6ヤードぐらい、あ、短いかないですか。ないぐらいだと思う。41番アイアン、あと上の段です。はい、今度はしっかり捕まりました。ちょっと、ナイスオン意識したんですけど、8だとちょっと捕まりすぎちゃったね。パター頑張ります。そうだね。前にはちょっといい感じなスタートを切ってますが、はい、じゃあ後半も頑張ろう、はい、ちょっとねあのアイアンがいまいちですけど、うん、きっとこれ見てみんなね当日来たくなってると思う。お、戦い、うん、挑む、私のスコアに挑むみたいな観戦に来てさらにねその後回ってほしいね、はい、皆さんにもぜひぜひ。かなり戦略性が高いので、うん、面白いと思います。
はい、どうですか、みほちゃん、メニュー。ミーゴレン、お、なんかすごい美味しそうじゃないですか。メニューがさ、超美味しそうなんだけど。本当だ、お寿司とかあるよ、パイタンそばとかもあるよ、鶏そばとかあるよ、好きなの食べます、生姜焼き、ミーゴレン最優秀賞、やばい、超よだれ出てくる。これも美味しそうですね。いただきます。いますうん、うん、美味しい。このグランピー GM の最優秀賞を取った料理だそうです。美味しいです。ここのクラブハウスも2008年に改装して、はい、なんか海外風のクラブハウスに変えた。いや、すごい綺麗だなって思ったんですよね。うん、なんかご飯も全部おしゃれだし、うん、どれも美味しそうでしたよね。うん。うん、みほちゃん、当日券の入手方法についてご案内します。はい、お願いします。クラブハウス前練習場にてご購入できます。なんとここに来てからだから買えるんですね、当日券は。千葉ニュータウン中央駅からシャトルバスが随時運行してますので、はい、それに乗って来てください。あの駐車場とか結構ねパンパンになっちゃうと思うんで、うん、皆さん多分それを利用した方がいいと思います。はい、で放送日の案内は、はい、フジテレビ系全国ネットで放送予定です。5月11日土曜日14時35分から15時50分、5月12日日曜日16時5分から17時35分、はい、はい、になりますので、ぜひあの来れない方はテレビ放映もやってますので見てください。で今日のみほちゃんのね18ホールがきっと、はい、あの見てる方もさらに面白くなるんじゃないかなと。あ、このホールだ、見比べてね、はい、プロと見比べられるのはちょっとこのホールみほちゃんバーディーだったけどプロはどうかなみたいな、みほちゃんの戦略はこうだけどプロはどうかなみたいな、ちょっとそういう違いもね楽しんでいただけたらと思います。皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。